はい、どうも皆さん、ケジオです。無双ルチ3アルティメットやっていきます。今回はこの3人、ナタがねやっぱり強いのよ。でスサノオなんですけど、結構なんやろ、全体攻撃が優秀みたいな、雑魚チラシに結構いい感じの武将かな。世界の融合に巻き込まれていた彼は密かにこの地を調査していた。でなんかサジを助けるんやったかな、そのサジから連合軍へ報告が届く。オリンポスから紛れ込んだ怪物の操り方が判明した。ほう、新たな仲間と共に待っていると。新たな仲間ね。怪物の実態を見極めるべく、そして新たな仲間を得るべく、連合軍は調査に向かった。サジと誰かってことやんな。どういうことだ、サジ殿は敵に取り囲まれているようだが。あれはオリンポスの奴らか。ゲセヌナ、あれサジはそんなことは一言も。まさかサジさん。しかし敵を排除しつつ進まねば、サジ殿と話もできまい。サジが実はオリンポス側とかないよな。そうだな、神だか何だか知らねえが、ぶっ飛ばしてやろうぜ。プロテウスって誰ですか。サジジョか、シュータイヤ。おー、来たー。シュータイはね、まあ多分、まあみんな皆さん知ってると思うんですけど、昔の三国無双の中やったら俺結構使ってたキャラやわ。やけに敵の数が多い。なんかでっかい日本刀みたいなのを素早く使えるみたいな。口数が少ないキャラなんだ。来た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 、シュータイ。思いのほか早い。よほど怪物に会いたかった。ちなみに草野にはもう渦潮をやってます。敵を排除したら話を聞かせてもらうぞ。この技がね強いね。これめっちゃ範囲広くて、旋回の連中など押し潰してしまえ。で当たったデッキ返って浮かすことができるのよ。こうやってほら。で広範囲の敵を散らすってことができるので、怪物を駆使した戦い方、小生が天然で普通に強いのよ。天空の覇者よ、元地か。裏ある敵を焼き尽くせ。え、仲間清潔に。あ、仲間や。すげえ、なんだありゃ。元地かとかいるんや。まか不思議な。俺がやった時はおらんかったはずやから、異世界の神。まあ、新しいキャラなんやろな、多分。この地に介入したことで現れた。基本的に渦潮で浮かしてこれやっときゃええの。ほら、めっちゃ体力減るの、これで。あ、邪魔すんな、誰や。お、天意。天意はおった。やんちゃハゲっていうイメージがある。天意か、悪雷天意。見た目はすごいなんかこわもてでサイクロプスみたいな見た目してんねやけど、これではね、いいやつない。彼らは元より人の世にあるべきものではない。その存在自体がおぼろである。よすだを求めたよ。今はひとたび話長えな。主と見定めれば誰であろうと従う性質を持っているのだ。今一つ釈然としないな。ここが開くんかな。まっ、サイクロブスが待機しと思うな、ここ。あ、壊してくれるんや、へぇ。なぜ人間がこいつらを操ってるんだ。マジか、ありがて。早く止めろ。リクバンの兵力にも値する圧倒的な力。あ、じゃあ周囲か。まだまだだね。策の幅も広がるだろう。あ、
アレスに見えた石。その戦、壮絶なのだ。大きな戦力の一番なのは言われがたいのね。種類によって姿形も違うのだが、で、真っ暗とすや翼の怪物、怪力で全てを破壊する極の怪力。やっぱ俺壁際で使わんとね、全部入らんのよな。さてはサジ、そう怪力の力を試すためには我が独立し敵を撃破し、砦を突破した。結構難しいな。余勢を借り、この地から敵を追うぞ。これ絶対敵増えるよな。いい気なものだ。こいつがだって、せいぜい勝っているが、だってこいつ雑魚やもんな、ね、言うたら。こいつがボスなわけねえもん。怪物、そうだと。中隊が。さすがだな。中隊そんな意思あったっけ？その骨をどんな感触だ。天空の覇者の魂が。お、撫でていいって。叫んでいる。撫でてやれ。誠実に。柔らかい。グリーを気に入った模様。そんなんいいわ。戦いに集中しろ。寡黙の武者。サイクロプスと気に入った。今戦場に混乱を呼べ。気に入ったからなんない。お、うわ、なんかレイス虚空とか使うんか。闘志と怒り、お前聖絶、魂の声すら届かぬか。気をつけて。狙われてるわよ。虚空から声が聞こえるぞ。あれがこの世界による。そんな強くないです。あ、やばいかもこれ。なんか光った。あぶねー。奴らを操れるの。 HP 半分ぐらいやられた。自分だけだと思うな。敵のサイクロプス、敵のグリフォンか。頼もしい怪物も敵となれば今日。真実がよく聞くんやったっけ。心して当たる必要がある。ああ、人の身で怪物に当たるわけさ。やめてくれ。奴らを倒すのは先ほどのようだ。ほいほい、さすがはシュウポー。モンスター操れと倒せばいいか。敵に回したならば操る者を撃つが上手。あ、なるほど。本来怪物は中立なのだ。目の前の標的と戦う奴らにはそれしかない。どこ行った。まずは執着に行こう。あれ、ちょっと待って、なんか叩き落とされてんけど。あそこ絶対行くんや。あの光っとる3つの点のとこ行きゃいいんよな、とりあえず。最後回復させてこ。うわ、サイクロプス先輩。うわ、なんかいっぱいおる。え、これ上でやっていくの。あ、こっちか。モンスターと戦うより、あの操っとるやつを倒した方がいいんやろ。おった、お前か。ガードすな、お前。ほら、アクソ、惜しい。万有だったか。倒した。あ、レイズ撤収。はい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 、その調子だ。そういう感じか。人間の戦とは随分勝手が違う。うわ、サイクロプスおるやん。かつて学んだ兵法ではまるで役に立たんか。おい、大丈夫だ、シュー。俺たちの戦いを倒せる。あ、来た来た来た、よしよしよし。前にもこんな目にあった気がするんだよな。で、あ、サイクロプス絶対来てないけど。じゃあ次は下のやつ。下のやつ倒したらグリフィンドールか。ってきたデーモスな。あ、やばい、受けられた。おい、え、ちょっと待って、拠点兵長にヘイト向いてる。
回やっぱ真珠に浮かしてからの方が、あれ真珠の攻撃やっぱ引きあれやりやすいし、オッケー、門番を打ち突破口を開きたまえ。あれでもグリフィンおるやん。あ、ええわ。あれ、でもグリフィン強いんやな、やめとこあいつは強いのよ。門番倒せって言ってたし、門番倒すか。なんか味方がすごい突っ込んでっとるからもう、最後の切り札お目にかけよう。何それ、あデカレイスあいつを手なずけていたと。何これは、レイスのヒットボックスが上がったことを示唆しとる。いつの間にあ、あ、ほとほと攻撃戦よし、はい、まあ、こいつはそんな強ないやろ。誰も助けに来んかったな。対してやつはだってこれで浮かして、間違えた間違えた、これで浮かしてこうして終わりよ弱触れてやるわけにはいかん。クソ弱いんやけど。でっかレイス、ヒットボックスでっか、これ小生も未だ全てを解き明かしてはおらん。へえ、いずれ未知なる怪物と、今回サジと天意ともどっちかが仲間なのか。これ相棒と砦をぶち破るのは最高だったべまた一瞬戦いたいもんだ。言葉を持たぬ怪物、うん、だがその魂の叫び、ビジュアル系確かに届いた。修行、超祖壁元地か悪雷天。この者らは偶然にも小生の前に現れたのでな、怪物を手なずけるよう頼んだのだ。最初は見た目に驚いたが、慣れると結構頼もしいんだぜ。そして可愛らしい。お前は動物が好きなんか。戦う時我らの魂は共鳴している。ああ精絶なまでに。マジでミュージシャンみたいな。お前そうか怪物たちへの愛のようなものが伝わってくるな。ちょっと弾いてるやんけ。確かにかっこよかったな。おお、俺もいつか一緒に戦ってみたいもんだぜ。うむ、なんといっても寡黙なところが良い。お前さっきから寡黙なところが良いしか言ってへんやん。まあ実りがあってよかったな適当な返し。助かったぞサジ。小生、うん、サジと申す者。こいつ確か参ろうか。まあなんか三国、うん、な三国無双何やったかに出てきて、まあ、結構ラストキャラみたいなね、うん、結構強いキャラなような。悪雷天意、天意派手に暴れてやる。うんうんうん、まあ曹操の、うん、軍のね、うん、まあ怪力坊主、うん、周遊兵来た、周遊もういる。うん、いや周遊確かねめっちゃ使いやすかったはず。うん、あの無双シリーズやと奏でよう聖絶にな。お前本当にミュージシャンな。なんか武器あれなんか、え、なんかギターみたいなんか、なんか弦ついてるな。本当に音で戦うの。うん、あモンスター撃破せなあかんかったん、あれ確か。うん、あーはいはい、まあこの辺はよ。あ、報告、本能寺にアテナの軍が侵攻を開始した模様。本能寺、
こちらは手薄なためどこまで持つか。案ずる必要はない。諸葛丹にあるものを託した。ああ諸葛丹にね。奴の策があればすぐ陥落することはあるまい。信長様さすがです。手薄になれば本能寺が狙われることを読んでいらしたんですね。これより本体を編成する。ああだがすぐ動けるものは行くがよい。じゃあ次本能寺。はい、では私は先に向かいます。アテナがいるなら心配だ。ああ私も行こう。俺は俺で援軍を用意しておこう。ちょうどつい先ほど、ほう部下たちがこの世界に現れてな。ほうほうほう。一人目立ちたがりのやつがいるのだ。あせっかくなら派手に登場させてやった方が喜ぶだろう。カンネイってなんかそんなタイプじゃなかったっけ。あの半裸のお兄さん。目立ちたがり。うん。え違うかな。私とは正反対です。わかりました。本能寺の皆さんにも援軍のことは伝えておきますね。カンネイっぽいけどな多分。うん。孫権殿、伝令から報告ありました。前線の我らの城にラキとリョフの軍が迫っているそうです。あこれなんかあるかサブクエストか。ラキとリョフが厄介な連中に目をつけられたものだ。うん。急ぎ救援に向かうぞ。はい、猛火のごとく駆けつけましょう。あの城は確か周隊と宗神殿に任せてあったはずだ。ほんほん。あの二人なら大丈夫かもしれんが。不屈の闘志。これなんか仲間増えるかな。島津あれと豊久さあれ島津って言ったら吉弘じゃないの。それの関係かな。これちょっと知らんな。あでもとりあえず島津の人が仲間入るんかなここで。でわあ敵強そう。てか推奨レベル高っ。三成撃破、馬長が敗走する前に大井を撃破、秀吉を出現前に総兵を撃破。なるほど。よし、ということで、今回はここまでとなります。次はそうやな、不屈の闘志やろうかな。うん、これやってから本能寺の変。本能寺の変じゃない、本能寺防衛戦かな。うん、やっていこうかなっていう感じやな。うん、よし。ということで、今回はね4人仲間になりましたということで、周隊は使いたいな。多分使いやすいやキャラと思うんで、うん、まあ適当にレベル上げてね。うん、また次回ということで、今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。